富士浅間大社に来てます。なんかこのお社の作り珍しくないっていう、あのこっちはね普通なんですよ。こっちは普通って言うとあれだけど拝殿で、ふとね今御朱印待ちながら見たら、あれみたいな、やっぱ2階建てになってる感じ。だいたいね、あの上についてんのがそのままあって、下に屋根なんてない気がするんだけど、何作りっていうんだろうこれ。なんか初めて見た。結構ねいろんな神社行かせてもらってるんですけど、この作りは初めてねっていうところで、さすが浅間大社、浅間神社のボスみたいなっていうところで撮ってみました。不思議な作りということでね、まあいろんな神社の本殿拝殿とかも撮ってますんで、興味あればいろいろ見てみてくださいまし。ではでは。